はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビジです。では今回はハーツオブアイアン4、第一次世界大戦元日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ドイツの持っているアフリカの植民地を解放しました。これによって、ドイツはですね、ゴムを輸入に頼らざるを得なくなるという状況に追い込んだんですが、依然としてドイツとの国力差いかんともしがたく大きくですね、これはおそらく時間の経過とともにさらに広がっていくと考えられますので、今回は一発逆転を狙って、ドイツと本格的な戦争を行っていきたいと思います。ではまず作戦を説明していきましょう。ドイツとですね、国境を接しているところ陸自体にはないので、取れる手としてはですね、強襲上陸をかけてドイツ帝国本国にいきなり殴り込むと、もう一つは、ドイツ、の、両国への陸路を確保するという二つ手段があります。で、今回は後者、これを採用してですね、陸自体にドイツを攻撃していきたいと思っています。で、その陸軍の陸路なんですけども、今画面の中央に映っちゃってますが、ウクライナ、ここをですね攻略してウクライナ経由でドイツ、そしてオーストリア・ハンガリーに攻め込んでいこうと思っています。で、軍の展開指示はすでに出してあります。で、陸軍の再編もしてありますので、陸軍の再編の内容を、説明していきます。まず陸軍はですね、一つ目の軍として、突撃軍と名付けて、ここにですね1軍から5軍まで、突撃1軍、2軍、3軍、4軍、5軍とそれぞれ24師団配備してあります。で、これはですね、陸軍の、主力を担ってもらう部隊になっていて、突撃1軍から5軍まで、順番に担当地域、上から1軍、2軍、3軍、4軍、5軍みたいな形で、割り振ってあります。これすでに展開の指示出してありますので、この後軍が動き出します。で、次に、機動軍なんですけども、これはですね、突撃軍が苦戦しているところに、サポートしてもらう軍ということで機動軍と名付けてあります。で、最後兵隊軍、これはですね、この後、戦争長期化すると思うんですけども、通過していったところに敵が湧いて出てくることがあるので、それを兵隊するための軍ということで兵隊軍1から4軍まで配備してあります。で、中国に、駐留している部隊としては、対テロ特殊軍ということで22師団、さらに、憲兵隊で、海兵隊はレニングラード、ここですね、ここを失うわけにはいかないので、このレニングラードに配備してあります。続いて海軍です。海軍はですね、地中海中心に、展開をしてあります。主力は地中海と、あとは北海周辺で、小さめの、艦隊に関しては先端輸送シーレーンの防衛に当たってもらっています。これももうすでに指示済みです。で、空軍の展開も終えています。で、最後ね、ポイントだけあるので、そのポイントだけ説明しましょう。一番の主力になってもらう戦車突撃一軍なんですけども、これむちゃくちゃ物資を食うので、ここにはですね、もう直接補給を届けたいということで、ここには虎の子の輸送機、これを配備してあります。これですね、これ。この輸送機を突撃軍1軍に、占有させちゃいますね。こんな感じです。これで、ちょっとでもね、戦車1軍への補給が滞りなく済むようにという配慮を行いました。では、時間を進めていきましょう。まだウクライナに対して宣戦布告の準備はしていません。この後していきます。軍の移動をね、確認してからにしましょう。機動3軍、4軍、順次移動してもらいます。で、太平洋と、あとアフリカ等に展開していた部隊はですね、すべて引き上げてます。もう、それらのね、海洋地域に、ドイツが軍を送り込むだけの海軍力を持っていないという判断ですね。まあ、そういう判断をしています、一旦。はい、ではですね、突撃軍の配備
が完了しましたので、ここでウクライナに対して宣戦布告の準備を始めていきます。正当化ですね。で、戦争が本格化するとおろそかになってしまうので、先に、研究の方針を、ね、決めておきましょう。研究の方針なんですけども、まず今年代が1938年だというのを考慮した上で、まずはですね、支援中隊、ここはもう戦闘に直接影響が出てくるので支援中隊を先に入れていきます。すべての支援中隊を入れた後はですね、ちょっと先にはなるんですけども、陸軍の装備、これのアップデートをかけていきます。1940年ぐらいまでのものはアップデートをかけていきましょう。砲兵に関しても1940年までアップデートをかけていきます。で、その後はさらにですね、生産が上がるものをやっていきましょうということで、このあたりはもう研究説明なしに、今お話した方針で進めていきます。ではウクライナに対しての宣戦布告、この準備時間を進めていきましょう。ここまでね、ずっと進めてきた、プランがここで、失敗してしまうとプレイ終了ということになってしまうんでね、本当に慎重に慎重に進めていきましょう。ここは先ほどお話した通りのプランで研究を進めていきます。さあ、ここでウクライナに対しての宣戦布告が可能になりました。想定としてはこの後ウクライナが中央同盟、つまりドイツ側の陣営に入るという想定で、ドイツとの全面戦争に突入していきます。そうですね、ドイツがウクライナの方に支援を送るということで、ドイツとの全面戦争を始めていきます。ちょっとここからはですね、慎重に操作をしていくので、かつてないほど戦争のシーンをゆっくりお届けするんですけども、これはですね、ワンダーってこの程度の技量だからだよとかっていうのは当然あると思うので、皆さんからいろいろアドバイスをいただきたいというのもあるので、あそこ握手だったよねとか、あそこはなかなかいい判断だったとかね、そういうコメントもいただければ嬉しいと思います。で、クルスク、2000機の航空機が配備できる大型の飛行場のあるクルスク、ここを確保しましたので、キエフに向けて近接航空支援機を展開していきます。で、さらにここをね、しっかり守っていきたいので、本当はね、ここに戦闘機配備したいので、一部の戦闘機、これをクルスクに移動させて、クルスク近辺の制空権も確保していきましょう。レニングラードからクルスクに200機航空機輸送中です。穴が開きそうなところがあればすかさず機動軍を送り込んでいきます。ちょっとここ危ないよね。ここね、ロストフ、ルガンスク、この近辺がちょっと怖いので、ここの補給マップ確認しましょう。補給的に余裕があれば、ここに、比較的師団数の少ない機動2軍を投入していきましょう。機動2軍がどこまで来てるかっていうのをうかつにもちゃんと確認してないんですが、割と近くにいてくれるね。ここにいますね、機動2軍が。そしたら機動2軍が空いたサーリツに機動3軍を移動させておきましょう。早めに潰したいからね。ここに部隊いる？いるけどちょっと数が足りてないのかな、心配だな。トゥーラまで、そしたら軌道5軍を進めておきましょう。必要に応じてトゥーラからこのブリシャスク攻略のために機動5軍を送り込むという算段です。ウクライナ南部の方は戦闘が順調に進んでますね。そしたらですね、どうしようかな。
おかしなことになるんで、困った。まずは、そしたらですね、まず機動、突撃5軍と4軍で、方針を明確に分けましょう。まず突撃4軍なんですけども、突撃4軍は、セバストポリを攻略して、側面をついて、今苦戦しているこのロマスク近辺に部隊を進撃させましょう。こんなイメージですね。で、一方、突撃5軍なんですけども、突撃5軍は、このまま、オスマンの領域へと進行をしてもらいます。ざっくり一旦線を引きます。で、そうするとね、このあたり、サーレツインから南下した、このあたり、今戦闘が、行われている部分、ここが結構敵、湧いて出てくる可能性があるんで、この近辺に、軍を進めておきましょう。ちょっと名前を変え忘れちゃっている。この、機動装甲2軍を送っておきます。で、突撃3軍。微妙なことになってんだ。ちょっと待ってね。ルガンスク近辺も危ないので、ここに機動1軍を送ります。この辺り本当に微妙な情勢だな、今。なんとか早めに潰しちゃいたいけど。ちょっと一部の部隊引き抜いて、潰しちゃいましょう。ロストフに軍を送って。ここ繋がられるとめんどくさいのでね。いや、待って。悪くないぞ。逆に繋がってくれたことによって方針が明確になったな。ここは突撃4軍を幅広く使っていく。ここはもう包囲しちゃってるので殲滅しましょう。ここ一気に師団を壊滅できるね。よし、壊滅させた。では他の地域の状況を確認します。レニングラード近辺苦戦してるな。ここ大苦戦してるね。かといってここに追加の部隊を送れないからな。補給マップ的にはギリいける感じだな。どうしよう、ちょっと迷うけど、あまり大きな部隊は送り込めないんで、要検討ですね。あと、ここに、ちょっと、依然、穴が開きそうな気配があるんで、ここも早めに処置をしたい。オリオール、スモンレス君に関して言うと、もう全く余裕がないね。38分の35。で、ここに新しく大規模な軍を送ると、あっという間に補給が死ぬので、それは絶対できないですね。そうすると、レニングラードだな。レニングラードに希望3軍を送りますか。ちょっとレニングラードにこの部隊、カバーできるだけのパワーがあるとも思えないんですが。南部の方はうまくいっているだけにね、ちょっとここはしっかり対処してしまいたいですね。
ではまた時間を進めていきましょう。おおお、穴が開いてるぞ。穴が開いてるところを見つけたらすかさず埋めていきます。ちょっと今微妙な指示になっちゃった。もう一回線を1から間違えます。引き直しましょう。包囲しているところはもう殲滅していきます。シダの数を削りましょう。この際こういう時に削っていく。で、軌道2軍をそしたらセバストポリの方に向けていきます。さあ、一番心配なレニングラードはどうなってる？陥落してるとかやめてよ。ギリだな。ちょっと心配なことがいろいろ起きているので、なんとかしてあげたいな。ここも心配だよね。お料理、プリンスク付近。しょうがない。ここに軍を送ろう。多少補給を、犠牲にしてでも確実に師団数でカバーしていきましょう。南部の方は順調ですね。おっと、また穴が開いてるぞ。穴が開いてるところを見つけたら突撃4軍。突撃4軍だね。ここは4軍のテリトリーなので4軍に対処させましょう。だいぶ押し込まれてるな。さすがにドイツ軍だね。さあ、包囲できているところはもう包囲戦で敵を潰していきます。南部は本当に順調なだけにレニングラード近辺が心配だな。手段壊滅できるね。壊滅できるところは壊滅させていきましょう。
ここは穴開いてるところは塞いでいきます。そしたらこの辺りはもう機動軍、突撃軍を置いておく必要はないので、ここには平定軍を置いておきましょう。まあ必要であればね、平定軍もサポートに回ってもらえるので、平定軍を配備しておきます。で、この辺り一気に敵壊滅できるんじゃないか？よし、壊滅できる。壊滅できるときに壊滅させていく。ここは、冒頭話した通りの方針で、どんどん研究を進めていきます。ちょっと待ってね。南部の方がだいぶうまく進んでるね。そしたら、一部の部隊を割いて進撃していきましょう。状況は改善しつつあるな。セバストポリを取ったらだいぶ余裕が出てくるんじゃないかなと思うので、そこまでね一気に進んでもらいたいな。ミンスクまで迫ってるね。レニングラードだよね。レニングラードが本当に硬い。うわ、レニングラードが孤立してるじゃないか。しかもいやー、ここは、まあ、補給的にレニングラード問題ないんでいいんですけど、ただここを包囲で一気に敵に突破される可能性があるので、レニングラードは救いに行かなきゃいけない。いいですね。レニングラードは確保しに行く。レニングラードだけは絶対に取り返さなきゃいけないので。いや、敵の猛攻を受けてるな。レニングラードは取り返せた？取り返せたは取り返せてるね。そしたら、ちょっと、確認していきましょう。まず、機動一軍はどこにいる？機動一軍ここだな。機動一軍の戦線を引き直す。ここは絶対死守。で、機動二軍。機動2軍ももうここはセバストポリまで一気に突っ込んでってもらいたいね。機動3軍、機動3軍が苦戦中なんだよね。補給マップ的にどうなんだろうね。ここ補給的にはまあギリギリって感じだな。いいとも悪いとも言えないっていう本当に微妙な状況ですね。そうすると機動4軍ちょっとうまく使っていく必要があるな。4軍をちょっと思い切って北上させるっていう感じでいきますか。そしたらね、
で、平定一軍をちょっと前に進めておきましょう。この後危ない感じがしてきているので、穴が開いちゃってるので穴を埋めにかかります。ここは機動一軍だね。機動一軍の守備範囲を増やしましょう。あ、大丈夫だね。特に穴が開いてたわけではない。そうすると、ここだね。セバストポリ取ったんで、包囲できている。ここを一気に壊滅させよう。そうすれば、軍が一個開くからね。よし、壊滅させた。これは大きいね。そしたら、ここにいる、機動2軍を前線に投入できるんで、機動2軍の投入場所を考えましょう。うわ、どこも微妙だな。まあ、あるとすればここだな。ただ、これ以上補給がきついところに軍を送り込むのがいいのかどうかって、ほんとちょっと微妙な判断だな。一旦このまま様子見しますか。よし、ウクライナが国車。このタイミングでかいね。ここで戦線をしっかり引き直さないといけないね。ここは、まあ、ちょっとこれ、もったいないんですけど、一度、突撃軍の戦線を全部きれいに引き直す。ぐちゃぐちゃになって分かりづらくなっていた部分を引き直しましょう。わっ、しまった。オースマンの方に入っていたこっちの部隊はこのまま作戦進行させておけばよかったんでね。まあ、ちょっとここはこっちもせっかくなので線を引き直しておきましょう。コンスタンチノプルまで行ける？行ければ一番いいけどね。数的に微妙かな。師団の数。増援の必要がありそうなので、ここはセバストポリ付近に軍を進めておきましょう。こういうところで一気に敵壊滅できるんじゃないか。ところでさ、逃さず敵を壊滅させていこう。よし、ここでまたかいって話なんですけど、線を引き直します。だいぶ敵の手段削ったんじゃないかな。ウクライナの降伏が効いていて、敵の前線に出てきていた軍、まあ、ツバゼリアをしていた軍ですね、これだいぶ削れたと思うんで、これを後期として一気に攻めに転じていきます。壊滅できるところはこれを機に壊滅させていこう。包囲して敵の数を減らしていきます。オデッサも取っちゃおう。機動2軍を投入します。機動2軍ここは穴開いちゃってるので、機動2軍の、あ、ドイツ第三帝国になってる。いいね。ここはドイツ第三帝国が解放した形だね。
ではワルシャワまで機動2軍を進めていきます。ウクライナの降伏でだいぶ戦局が変わりつつあるな。ここは包囲戦で仕留める。レニングラードを守り切ったっていうのがね、結構大きかったですよね。レニングラードを本当に死守できた。まあ、それでレニングラードが落ちてたら、ちょっとどうなってたかわかんないなっていう感じもしますけど、レニングラードをしっかり仕留められたのが大きいですね。では、どうしようかな。軌道5軍、これを使っておきましょう。まあ、本来平定軍の役割である動きですが、このエジプト半島に突入する付け根のところですね。ここも危ないので、ここに軌道5軍、これで平定に当たってもらいます。ウクライナの降伏の、その、いわゆる混乱に乗じて、一気に敵師団を削れたのが、むちゃくちゃ大きいな。リトアニアの降伏。で、ドイツが崩壊しつつある。いい流れですね。ちょっとだいぶ時間長くなってきてますけども、もう少しだけ進めさせていただきます。バルト連合公国まで、じゃあちょっと降伏させるところまでは進めちゃいますか。今一番僕もドキドキしながらプレイしてるところなんで、もうちょっとやりたいっていうね、欲に駆られちゃってるんで、お付き合いをいただける方はちょっとこのままお付き合いお願いします。ルーマニアは敵に属してないのでいいよね。で、逆にセルビアとブルガリアは敵だと思うので、ここは師団をしっかり配備していかなきゃいけない。そういう場所になってくるかなと思います。そしたら、軌道4軍をですね、ちょっと使って、オスマンの、南側、ここまで一気に軍を進めちゃいましょう。苦戦していたレニングランド方面、言えてないね。レニングランド方面も動き出したな。ちょっと待ってね、ここ穴が開いちゃってるので、この穴はまあ命取りになる可能性があるので、しっかり埋めておきましょう。よし、バルト連合公国、降伏、まで持ってきましたね。こっから本当にじゃあドイツ本国、オーストリア・ハンガリー帝国本国での戦闘になっていくと思います。では、ちょっと今回戦争中心でね、細々した動きとか、
実況も行き届かない部分もいろいろあったかなと思うんですけども、まあ、戦争僕は今やったような感じで、まあ、補給マップを見比べつつ、まあ、軍をね、順次送っていくという形で、考えています。で、今回の師団の編成ね、最後、皆さんからアドバイスいただくにあたって、師団の編成、もう一度、以前確認したものから変更はしてないんですが、確認しておきましょう。まず主力になってくれているのがですね、こちらになります。これ主力の歩兵部隊になっていて、ご覧のように戦闘正面幅42、まあ、してあります。で、基本能力、戦闘能力、必要装備、少しね字が小さいので見づらいかなと思うんですけども、ご覧のような形になっています。これが基本的な一番軍の編成としては多い、師団編成になっています。で、続いてですね、まあ、憲兵隊は置いておいて、機動性重視の装甲軍ですね、これがですね、装甲車、あとは自動車化歩兵に軽戦車という形で、これも戦闘正面幅40にしてあります。で、最後、戦車部隊ですね。戦車部隊はですね、重戦車4つ、5つと並べて、歩兵も入れているということで、まあ、鈍重なんですけども、攻撃力、突破力が高い部隊ということになっています。これがね、師団編成になっています。はい、では今回はここまでにさせていただいてですね、次回はこの続き、ドイツとの、陸戦、ドイツ本国へと戦場を移していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。